皆さんこんにちは。今回はですね、私ブラックスネットプレイングサッカー使って、スペイン代表対、オランダ代表ですね、2014年のワールドカップで実現したカードですけど、その試合ではオランダが勝ちましたけど、今回はスペイン視点でですね、やっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。オランダといえばやっぱりロッベンですね。非常にスピードのある選手です。彼が、右サイドにいるので、そこがオランダの最大の強みですね。はい。これがデフォルトのスペインのフォーメーション、4-3-3 ですね。前も見ましたけど。はい、またゼロバックシステム採用します。センターバック2人をディフェンシブミッドフィーダーに上げて、サイドバックは落としちゃいます。それでですね、フォーメーションなんですが、まあいろいろあるんですけど、選手を使いますか。イスコがいますね、そういえば。はい。で、このゲームだとイニエスタ残ってるんで、この非常に高いトップ下の能力があるんで、はい。ここはトップ下で、イスコも使いたいですね、強いので。サイドアタッカーにしますか。ジョルディアルバも早いですね。で、誰を落とすかが難しいですね。アセンシオもできれば使っていきたいんですけど、はい。どうしようかな。ナチョも使う手もある。以前見せましたっけ。ナチョとセルヒオ・ラモスの2トップじゃない。両方ともフォワードにしてハイプレスを繰り出すっていう、そういう作戦もありますね。シャビ・アロンソいますね。使いますか。せっかくなんでね。シャビ、そうだよ。シャビも入れなきゃダメですね。アルカンタラ落としますか。で、フォワードなんですけど、こんな感じになるんですかね、じゃあ。これだと不満か。これでいきますか。右カルテってやりますか、また。そうすれば相当強いですけどね。はい、こんな感じのやつを。これをスペインでできるのかな。リスクをちょっとこっち側で使って。うわぁ、これは強い。これやってみますか、一回。イニエスタとイスコとダビロシルバとジョルディアルバ。ここで四角形作って右サイドから崩すと。ちょっとこれで見ていきたいと思います。これやったことないんですけどね。今なんか見てたらできそうだったんで。ちょっとやってみますね。イスコのポジションちょっと前ですけど。ボールタッチでかわす感じで。シュートは難しいかな、でも。あ、ジエゴ・コスタ動き出しないですね。相手がオランダで、ロッペンが出てこないけど、はい。スペイン非常にチーム力ありますね。はい。あ、やっぱりオランダなんで、そこそこ第一線で活躍してる選手が入ってるんで、ディフェンスもそつがないですね。ロッペン入ってんのかな？はい。あ、右崩せますね、簡単にこれな。はい。はい。コスタボディコンタクト今一回弾き飛ばしたんで、強さがありますね。はい。わー、外した。アセンシオ。はい、ここ走ってます。わー、強い。ここで取らないと、取りたい。よし。はい。崩せましたね。わ。また弾き飛ばしますか。あ、そうか。はい、シュート打ちましたね、今。イニエスタそこまでシュートうまくは、パスする選手なんで、やっぱりうまいのは。えい、入った。初めて言いましたね、シャビのヘディングとか。シャビが随分上がってたな。右サイド押し込んだんで、センターミッドフィルダーも最前線に入り込んでますね。よし。そういうことか。これ、やっぱスペイン強いんで、わざわざ右に偏らせる必要ないのか。そうですね。両側から攻めちゃっていいんですね。なるほど。ラモスが前にいるな、なんか。やばい。
ちょっとバタバタしてる。わ、そうか。ミスった。はい、1点ですか。ちょっと決定力に、15コスタにもっとボール集めた方がいいのか。やっぱりそうですね、フォーメーションの偏りが逆に悪く働いているというか、あまりプラスになってないな。えい、おー、止められた。いつかそこまで得点力はないんですよね。ボール持つと強いんですけど、まあ、かわすのが得意なんで。あと下がってもらう動きですね。イスコ大好きなんですけど、そんな前線に張り付く感じではないかな。ちょっとそこら辺のフォーメーションのミスマッチも、この1点に響いてますね。かわすか。ああ、強い。わあ。なるほど。はい。ああ、早いですね、デパイ。ここで取りたい。6ペ入ってないのかな。あー、コスタのくさびも取られちゃう。いやー、なるほど。そういうことか。えい。どうしようか。入るか。強い。誰ですか、今の。おら、あ。大きいか。ちょっとここで頼む。あー。強いキーパー。うわー、やっぱりオランダ強いですね。ちょっと、スペインだけの問題じゃない気がする、これ。やっぱりこうやって回す展開にした方が、スペインの良さが出るんですけど、ただシュートまで行くとなると、うわー、ミスった。やばい、入んない。えい。まあ、というわけでですね、1-0ですか。はい。オランダの強さが出ちゃいましたね、ちょっと。てか、そうか、スペインで押し込んでましたけど、最後の最後、やっぱり、このゲームでも決定力がいまいち不足してるんで、コスタぐらいか、パワー系のセンターフォワードいないんでね。はい、アセンシオも明らかに、これはサイドアタッカータイプですからね。イスコはトップ下と。で、ダブルシルドもパスうまいですけど、シュートはそこまでじゃないということで。はい。これがスペインですね。まあ、得点できる選手がいまいち、いないという感じで。今回フォーメーションの問題も出ちゃいましたね。普通にこうやって、こっちの方が良かったですね。イニエスタセンターにして。はい。こんな感じの方が。右に偏らせたことで、やっぱり、バランスを変えたというかね。そうなっちゃいましたね。なるほどね。はい。というわけで今回1-0でしたけど、まあ、このフォーメーション、やる必要はないですね。やっぱり左右対称に組んだ方が強いです。というわけで今回、1-0終わりたいと思います。